おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、また大証券篠谷さんにお邪魔しております。前回ですね、中華そば8キロぐらいあるね、チャレンジメニューに飲ませていただいたんですが、本日は大証券さんですから、つけ麺のデカ盛りをいただいていこうと思っております。普通にねデカ盛りを食べても、どうしても皆様ね、つまらないなと、飽きましたという部分があるかと思いますので、制限時間をね、設けつつ無理のない程度に楽しんでいこうかなと思っております。今回はですね、後ろいますね。皆様、ラスカル君、今日チャレンジやりますよ。男前なチャレンジやりますから、ぜひ最後まで見てくださいね。はい、ということで鈴木のね、おじさんも一緒に来ております。今日横でね、はい、チャレンジやるのよね。そうです。僕はラスカル君が前回、食べた45分で8キロの特製中華そば、中華そば、はい、やりたいと思います。目標はラスカル超えということで、とりあえず成功が目標。なるほど、はい、了解でございます。ちょっとね、マックスさんの方の動画は概要欄に貼れよ貼れよ迷うとこじゃねえだろ完全に雲行き怪しいぞ今のお前。まあ、ということで見たいって方は概要欄行ってくださいじゃあとりあえず行こうか、はい、行きましょう。はい、ということでですね、僕の方も店内に入っておりまして、すでにメニューが到着しておりますが、こっちのカメラで見える通り、もうすでにマックスさんはチャレンジを開始しております。あんな感じだね。じゃあ8キロのラーメンでございますね。やばいな。ラスカルに熱さ冷ましてんじゃねえって煽られたんで、マジこいつの記録抜きますから見つかる。とりあえずですね、僕の方は今回つけ麺を腕前で約 1.5 キロで3キロぐらいかな。でプラスつけ汁がね、今回3種類いただく予定となっておりまして、合計多分スープ込みで5キロぐらい、そんなねデカ盛りなんですけれども、まあ、一応これ40分のタイマー設定させていただきましたので、今回はねこの制限時間中に楽しみながらいただいていこうと思います。チャレンジさせていただきたいと思います。いっと、いただきます。いただきます。ありがとうございます。ありがとう。でひとまずこれ麺から、ちょっと重た、ちょっとインサート麺はねこんな感じっすね。やばいなこの森。いよ。まあ大証券さんといえばのつけ麺なんで、ひとまずよ。ちょっと麺だけでいただきます。うん、うまっ。あ、待ってうめえな。で今回ね、つけ汁3種類いただく予定なんですけれども、まず1種類目がこれ通常のつけ汁でございますね。どうしよう。前回もお話ししたんだけど、この大証券篠谷さんは、まあ、通常のね大証券さんよりもかなり材料を突っ込んでいて、濃厚な漬け汁が特徴なんで、いただきたいと思います。うめえわ。うまっ。これぞって味だね。ちょっと甘酸っぱくて、でほんのりねちょっと辛みもあったりとかして、たまんないね。やばいな。どうしてあのラスカルのじちゃんと、ね、今日ね、お子さんとかも、あの常連さんのお子さんとかも皆さん見に来てくださって、みんなはいつもこのラーメンとか食べてんの？結構うらやましいな。いいな。いいですね。これちゃんと子供の頃から美味しいラーメン食えるっていいですね。羨ましい。やばいな。麺ずっと増えてるね。すいません、食べるのに増えるんですけど、これ。バイキングですよ。そうなんですよ。
素敵だね。あ、嬉しい。やばい、気持ちの親としては。願ったり叶ったりだよね。自分たちのを見て子供が食いたいって言ってくれるのは嬉しすぎるね。うん、そろそろさ、取っておいた、見えますこのチャーシューをさ、いっちゃっていいですか。うん、うまい。あ、うまい。やっぱ前回チャレンジしたのはラーメンで、今回ね、つけ麺だから、そのラーメンのチャレンジと違ってスルスル入ってくは入ってくけど、やっぱね、苦しいね。今吸い込みが調子乗りすぎてお腹がまだ下がってないんだよね。胃が詰まってる感じする。そしたら、すいません、2杯目のつけ汁をお願いします。もうすぐね、ちょっと1杯目終わりますんで、2杯目のつけ汁楽しみだね。やっぱなんか誰と撮るのに比べてもマックさんって横であると、あの大会とか決勝さ横でやったじゃない、思い出して気合入れようって思うんだよね。バトりたくなっちゃう、そんなゲームになっちゃう。そう、無意識で、そう。でも分かる、俺もあるもん。いや、俺の方こそですね。あ、ありがとうございます。すいません、サバガッツです。うまそう、いいでしょ。なんだよそれ。ちょっと2杯目、ね、いただきましたんで、もうささっとこの1杯目全部食べちゃいましょうか。うん、で、ただいまですね、これ1杯目完食させていただきました。時間は10分ちょっとでございますね。続いて2杯目よ。サバガッツという、まあ、限定とかじゃなくて普通にあるメニューらしいんですけれども、でも名前の通りサバ系が強いのかな。ちょっと食ってみます。やべえな、飛ばすぎたな。苦しくなってきてた。よし、でこれ次、これサバガッツ、こんな感じでございますね。うん、サバもそうだし、カツオも強めで、甘みも通常のつけそばよりも甘い感じだね。うん、どっちかっていうとこっちの方がいわゆるあの大正軒さんっぽいつけ汁かもしれない。だけど20分ちょっとで食うわ。
まあ、いやマジでマジでいくわここから。あと6分ちょい。なかなか大食いラスカルチャンネルで見られないラスカルだけど。うん。あの皆さん、スケジュール3つって言ったんだけど3つ目行く前にないわ、もう麺あるのあっちの麺はいらないということで、今はですねこれスケジュール、スケジュールじゃない麺のね、動画からになりました。あとはここに入ってる麺だけですね。いただきます、ラスト。いただきます。うん。ごちそうさまでした。はい、それでいい感じのタイムですね。残りが20分13秒、こんな感じなので19分と47秒ですね。はい、で無事完食させていただきました。先ほどねお話ししたギリ
20分以内っていうのは達成ができました。でマックスさんもね、まだまだこんな感じでチャレンジやっております。うちのね動画では結果出せないんで、ぜひね結果が気になる方はマックスさんの方で見てみてください。ありがとうということでですね、僕の方はチャレンジが終了いたしまして、篠谷さんには答えている方、バングラデシュのアリさんという方がいらっしゃいまして、その方が作るこの本格的なねバングラディッシュカレーなんかも販売しております。さすがにね前回チャレンジ失敗した時は食えなかったので、今回はねこれを楽しもうと思うんですけれども、このままね僕の動画続けてしまいますとマックさんの結果が分かってしまうので、僕の動画はこの辺りで締めさせていただきたいと思います。これちなみに夜限定だそうです。で大盛り無料サービスもあるみたいなんで、いっぱい食べたいって方もねぜひこのカレー食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちら概要欄からチェックしてください。で、もちろん概要欄からマックスさんの動画も見てくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。